はい、どうもメリッサです。今回はですね、現在 TS 三段で登場している中村典弘選手を使ってリアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。生放送の方でこのノリさんを狙って3万円分ガチャを引いたんですが、いやまあ当たりませんでしたね。当たり前だけど、いや本当はね TS のノリさんを当てて動画にしたかったんですが、いやまあ申し訳ないですけど、もうこれ以上ガチャを引かないですし、今回はランキングも走れません。いやもう皆さんのね言いたいことはわかります。もう YouTuber タルトも最新を獲得して使えと。もっと課金しろと。まあ言いたいことはわかります。はい。でも僕はこの中村典弘選手を、スピ解放、永遠とスピ解放して使っていくと、決めておりますので、まあその理由も話しながらリアタイやっていきたいと思います。あとね、ノリさんを獲得するためにランキングを、もう全力疾走してるという方もいっぱいいらっしゃると思いますので、まあその方に向けたちょっと動画にしようかなと思います。ということで今回はオリックス純正で、まあいつも通りの打順でいきましょう。2番ノリ選手、チャンスを持ってるんでね、怪力武装がついたスピ解放ノリ選手、使っていきたいと思いますので、ぜひともね動画を最後までよろしくお願いします。それでは試合目でやっていきたいと思います。さあ、1試合目でやっていきたいと思います。いや、今ね、絶賛 TS 第3弾が開催中で、ランキング、走ってる方、もう結構多いと思うんですよ。もうノリさんが欲しいと。いや、もう頑張ってください、はい。僕は走らないんでね。うわぁ、入ってるか。まあ、今回、ノリさんの使用感も語りつつ、まあ、やっていくんですが、ノリさんを獲得しない理由、僕がランキングを走らない理由、わかる方いらっしゃいますかね。いや、これわかったら結構プロスピ偏差値高いよ。うん。プロスピ偏差値65以上の方は、この理由がわかるかもしんない。さあ、ノリさん、パワーの値が97。超アーチ発動するだけで97よ。これはもう、打ちやすいに決まってる。まあ、ちなみにね、ランキングにお金がかかるとか、そういう小賢しい理由じゃないですからね。オッケー、ナイスバッティング。あーナイス。これがノリさん。これがノリさんよ。今、広角出てなくても、パワー97でホームラン。パキーン。このね、流し。このもう何でも打て、これ何でも打てそうでしょ、この。懐の深い感じがね。で、このギュイーンと溜めてから、ギュイーンと溜めてから、逆方向に、パーンと。で、バック投げですね。話を戻しまして、理由分かりました？ランキングにエナジーが、お金がかかるとか、そういう小賢しい理由じゃないですよ。お金がかかるとかじゃなくて、あー待って、ちょっとジャリエル強いって。一番の理由は、特殊能力でございます。まあ厳密に言うと、TS のノリ選手より、OB のノリ選手の方が強いんですよね。はい、特殊能力のね、発動率を、ちょっと皆さん見てあげてほしいんですけど、高角打法と高角打法回、これね、5% 発動率が違うんですよ。さらに付け加えるとすると、高角打法はミートパワープラス2。で、高角回はミートパワープラス3ということで、OB の方が発動率も、能力の上がり幅も、いいんですよね。これにね、やっぱね、僕は重きを置きたい。オッケー、ナイスピッチング。これは本当にランキングを走らないための口実とかじゃなくて、僕はね、そっちを大事にした方がいいと思うんですよね。最新スピリッツで使ってあげることも、まあもちろんね、それは強い。うん、それも強いんですけども、僕はね、将来的なことも見越してるんですよ。例えば、来年、再来年、近鉄バージョンで、ノリさんが登場しないとなった時に、皆さんは何をしますか？そう、スピ解放。そう、スピ解放なんですよ。そうすると、来年再来年登場する、しない可能性だってもちろんあるじゃないですか。スピ解放してくってなると、TS の、ノリさんより、OB のノリさんの方が絶対に強いんですよね。TS のノリさんは確かに、今後半年は、OB のノリさんよりは強いかもしんないけど、もしものことがやっぱあるじゃないですか。ノリさんがコーチを辞めるとか、来年は中日、再来年は楽天とか、横浜とかで登場する可能性全然あると思うんですよ。まあ、はたまた登場しないとか。ってなった時に、まあ、スピ解放しますと。で、そうすると、OB の方が良かったよねっていう話なんですよね。はい。皆さん勉強になりましたか？はい。お金がないとかじゃないですよ。はい。まあ、でも正直、ガチャでノリさんは無理だ。ごめん。申し訳ない。まあでもさ、3万円分引いたことは、褒めてよっていうか、まあ、許してよ。うん。確定は30連しかないからね。いや、それ以降ね、あのガチャはダメだ。うん、S ランク引いてからの 50% からの12分の1なんで、正直、ノリさん当てるまではしんどいですね。OK。
うわー、ファーストライナーか。さあ、ノリさん、第2打席。ジャリエルも疲労してますね。パワー99。超アーチとチャンス発動だけで。パワー99。いきます、OK、ナイスバッティング。こういうテクイバッティングもできますよと。いや、いいね。ノリさんはね、もう本当に打ちやすくて、オリックス純粋やってる方は、絶対獲得しなければいけない選手ですね。今まで課金したことなかったよっていう人も、まあ、ここで初めて課金してあげるっていうのも、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。まあ、宗優馬選手。あ、間違えました。宗優馬選手も、まあ、強いんですけど、まあ、ノリさんには勝てないと。まあ、12球団最強サードといっても、まあ、差し支えない選手ですので、まあ、獲得しないと将来的に後悔するんじゃないかなと思います。オッケー、マッチョメン、ナイスバッティング。まあ、ノリさんのいいところは、守備もそうですよね。適正 B の72、補給スローイング型、全部 B ということで、まあ、サードの深い当たりも、取って、さらには刺してくれると。うお飛びすぎ。サードの守備の安定感は、ほんとナンバーワンと言ってもいい。正直、まあ、周平さんとか、まあ、掛布選手とか、岡本選手使ってきましたけど、まあ、その選手たちも、うまいはうまいんですけども、守備の安定感といった意味では、ノリさんが一番な気がしますね。OK、ブーマ。よしよしよし、幹部ナイスバッティング。まあ、最近ね、コメントの方でオリックス純正始めましたとか、純正のためにノリさん取りますというコメント、ちらほら見かけるんで、まあ、嬉しい限りですね。超えて超えて超えて。OK、ナイスってことで、2試合目入りたいと思います。さあ、2試合目のやっていきたいと思います。いや、先発藤井選手か。まあ、エキサイティングで登場したんで、まあ、こういうのもあるよね。うわ、藤井選手、特能が強いのはさらに厄介だな。糸井選手、純正の糸井選手でこんな能力になっちゃうんだ。いや、なるほどね。強いね。まあ、もちろんね、ノリさんを持ってないよという方は、ランキングもちろん走ってください。もう頑張って、はい正直 OB のノリさんの方が強いんだけど、 TS でも十分強いですから。ランク戦もちょっとあんまり最近やれてなかったんで、ちょっと張って打つしかないか。ホースラやな、ホースラ。 OK、 うわ今行けばよかった。 OK、はい、ナイスナイス、危ねえ。オッケーオッケー。天敵藤井選手から見事なクリーンヒット。ホームランになってあげてもいいかなって打球だったけど、ちょっとずれてるんやろな。オッケー、よし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 。さあ、オリックス純正で藤井さんをボコボコに打っていきたい。まあ、OB のノリさんの強さが100だとすると、まあ、TS も、まあ、98ぐらいの強さあるんで、はい。まあ、そこまで極める、まあ、OB の方が、多分、モサは OB を残すと思うんですけどね。まあ来年中日版で登場して、再来年は登場なしというパターンも正直あるんでね、まあコーチを辞めてしまったり、そういうブランクというか間が発生してしまうと、どうしてもスピ解放必須になってきてしまうんで、まあスピ解放前提ということをね、やっぱね考えた方がいいと思うんですよね。オッケー、超えるっしょ。よし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 。さあ、1回の裏をね、0点で抑えられたんで、ちょっとここ勝ち越していきたい。いや、オリックス純正始めた皆さん、おめでとうございます。はい。オリ純正はね、まあ、12球団のトップクラスの強さを誇るんで、まあ、ちょっとね、お金はかかる高級球団、高級純正ではあるんですけども、まあ、明るい未来が待ってるよ。うん、吉野部選手っていう大エースもいるしね、楽しいことはね、間違いないね。 OB にアーティストの選手も多いんでね、 OK、 ナイスバッティング。さあ、さすがにランク戦の藤井選手は打てますよと。高級純正よ。高級純正なのは間違いないね。まあ、今回のノリさんも必須じゃないですか。まあ、この石井博夫選手とかね、もう本当に OB、TS に強い選手が多いんで、一選手、まあ、3万円ぐらい平気でかかると、まあ、いうのがオリックス純正でございます。うわー、ボールか。ノリさん今まで使ったことないよーという方が、初めてノリさん使ったら、まあ、使用感というか、使いやすさがもうレベチなんで、もうみんな感動すると思うよ。ノリさんの打ちやすさに。なんだろうなー。まあ、ミートがでかいってのはやっぱ大きいかもしんないですね。岡本選手とミートがもう10ぐらい違うんで。オッケー。うわ、サードライナーか。もう次ノリさんやんけん。さあ、3試合目のやっていきたいと思います。まあ、今回の TS 三段は、まあ、実はまだ課金するんですよ。狙い撃ちガチャ来るじゃないですか。あそこで A ランクのノリ選手をもう大量乱獲をするとするんで、はい。そこは本当にね、もう出血の覚悟、もう血で血を洗う覚悟でね、やっていきたいと思います。OK、糸井選手、ナイスバッティング。もう血で血を洗うからね。出血よ、もう。OK、広角発動。パワー99。わー、入ってるか。まあ、個人的には中日のノリさんも持ってるんで、そっちのね、スピ解放用の A ランクも、
集めたいと思ってるんですよね。まあ来年近鉄バージョンで登場しない可能性もありますし、 A ランクは大量に確保しなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。 OK ナイス。さあ 3-2 ここは入れてくるでしょ。いややらしい配球してくるね。 OK OK ナイス。超える超える超える。はい流し2本目。素晴らしい。これぞこれぞのりさんですよ。やばこっちの方が分かりやすいか。ほれもうこれね、横浜 DeNA ベイスターズ時代に何本見たことか。うん、まあ、世代がベイスターズ世代なんでね、ノリさんの。はい。2013年、あ、12年だっけ、移籍してきたノリさんなんですけど、いや、他球団バージョンでもちょっと見たいね、どんな能力になるのか。いやー、もういいもん見せられてんじゃない。ランキング辛いと思ってる人も、まあ、これ見てね、頑張ってほしい。うん。ランキング今回辛いだろうな、TS さんだ。坂本選手も登場してるし。うわストレート。いや、それ入るんかい、そのバッティングで。土井さんはエグ。A ランクも10枚ぐらい確保したいと思ってますからね。おい、新郎選手ナイスバッティング。いや、もうみんなで一緒に強くなりましょう。もう次の純正杯来た時に、もう上位オリックス純正で埋め尽くそうぜな。メリッサの弟子っていう名前でみんなプロスピやってくれよ。オッケー。メリッサの弟子っていう名前でみんなプロスピやってくれよ。よし、お姉さん超えない？いやー、超えないか。5点差。コールドゲームしちゃったら、ここで動画を終わりたいと思います。ドン！ 2 歳児がやるピース。